くん、お疲れ様でした。じゃあここで寝てるだけだったのね。ちゃこちゃんと仲良くしているんだ。もう完全になでなでに適応しちゃったので、少し抱っこも始めようかね。甘噛みするんかい君は。うん、ちょっと細いけどね、牙が。へへ。はい、いい感じです。そこ入れないですよ、しおんくん。そこにいると。おじちゃん入れてください。そして扉が開けられないですよ、君がいると。君。ここを開けるには君がどいてくれることですよ。シオンくん込みで抱っこ成功です。下にいるんですけど、
はい。よいしょ。チョコちゃんかわいい。チョコできるのいいね。なんかね、線香のような匂いがする。チョコちゃん。線香の匂いするのいいね。さあ、じゃあ出るの OK にしてみる？よくない？もう一回、なんか何日かやって、そうですか、うん、大丈夫になったの方が、またさ、どっかに小さいから余計なんかいろんなとこ入っちゃって大変みたいにならない？大丈夫な気はするんですけど、まあ、アンジちゃんみたいに同情しないとは思うんだけど、うん、まあまずはね、警戒するんじゃないかなと踏んでるんだけど、そんなになんか人間2人いるからなんとか。じゃあね、ここまで OK ですよ。じゃあここで抱っこしてみようかな、はい、ここまで、はい、ね、ちゃんおっさんこっちがカバーしよう。ちゃこちゃんいで、はい、閉まってないのに閉まってるかのような。チョコちゃん。アズちゃんも、はい、おもちゃなんか、かわいい。アズちゃんもかわいいね。おいでおいで。はい、どうぞ。気持ちいいね。気持ちいいお顔してるの？うん、いい子だね。赤ちゃんいい子だね。
で一回ケージに戻して、で次の回をまたやってみようかね。まずはご飯かな。ご飯食べさせて。はい。あ、はい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 。あ、戻った。はい、自分で戻りました。はい。ごめんね、咳が。ちょっとシャー言ったね。咳か。咳でビビったか。ごめんね、咳が。もう大丈夫だよ。ごめんね。はい、ごめんね。咳ぐらい出るよ。もうごめんね。咳が出ないときに抱っこしたいね。ほんとちゃん。でもなんかあんじゅちゃんよりも長く抱っこしたからかわからないけど、なんかなんていうのかな、詰まってる感じがする。あんじゅちゃん抱っこした時はなんかふわっとしてなんかすごい軽みたいな感じだったんだけど、まあ体重をかけてるってことね。そう、なんか意外とちゃんと重みがあるなっていう。でも、アンジュちゃんも全然体には一切力が入ってなかったので、あの時、チャコちゃん来て何日になるかな、30日に来たから、今日11、12、13日目なのか、じゃあチャコちゃんが来て13日目のご報告です。すごいスピードです。今日、ケージの外で、クロケンパパのあぐらの上で抱っこ、それから、マオイママの胸で抱っこが、チャコちゃんができました。ケージを開けて自分からそーっと出るというところまで来ました。でこれは、またケージを開けて自分から、そうね、探り探り出ていくというのを、まあ今日の夜とか明日とかまたやってみて、部屋の中で隠れるようなことのないような形でであれば、ご飯のたびに外に出ていいよっていうふうにしていきます。で、近づいてきたら抱っこしちゃうぞっていうパターンで、慣らしていこうと。これが、13日目。そして次の譲渡会まで、10日はないのかも。21なので今日が12だ。1週間ちょっと、10日ぐらいか。21だからね、のタイミングとなります。これはちょっと里親さん、じゃあ里親さんじゃない、保護主さんと、連絡を取り合ってこんな感じまで来ましたよという報告プラス譲渡会 OK かどうかのジャッジを、していきたいなと思います。早いね、この子はとても早いです。そしてこの愛嬌のまま譲渡会にもし出られるんだったら、里親さんが決まるのは早そうです。行った先でシャーとか言わないようだったらさらにいいんですけど、どうでしょうかあなた。でもまだちょっと言っちゃうかもしれない。可能性はあります。しおんくん。しおんくん。